テラフィラユガとモミの木ヒカルです。皆さんどうもこんにちは。はい、はい、今日何、今日はですね、はい、先日私、はいはい、宝塚大劇場の花組さんの、はい、公演を見させていただきまして、今日はそれのご報告なんかをさせていただこうかなと思うのですけれども、はい、いいなぁ今回ね手のひらさんと一緒に観劇行けなくて、私一人でちょっと行かせてもらったんですけど、チケット取れへんかった。いやだってもうね、私ももうほんと見れない、もう諦めてたもん。なん、うん、もうたまたまで見させてもらえて、ハスミリオさんの人気やっぱりすごい、すごい。やっぱただでさえさよなら公演ってね、チケットが取れないのに、やっぱミリオさんはもう、もう一つ見たかった。ごめん。いや、その分ちょっと手のひらさんの分も今日はちょっとご報告をよろしくお願いします。させてもらおうと思います。はい。しかも初日明けて速攻4日目でくらいで見に行ったんですよね。そうやね。もう早い段階で見させていただいて。どうやった？いやー、まあ、まずお芝居の方ですよね。お芝居、お芝居。あ、フェアリーテイル。お。上田恵子先生。うん、いやー、やっぱり、まあ、皆様もビジュアルはね、もうポスター等でもちろんも見てらっしゃると思うんですけど、本当、うんうん、美しかったですね。もう何言っても美しい。美しいよね。すごいよ。しかも妖精役。妖精、バラの妖精さん役なんですけど、まあ何をされても本当に似合うというか、美しいわ。なんか結構男らしい感じの作品とかも多かったり、中性的なね感じも多かったり、いや、その人間じゃないものまでもやっぱさすが人間じゃないよね、うん、妖精さんですからね。妖精さんや、うん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 、いや、あれはもう本当見るだけでもう目が喜んでる感じです。わかるわかるわかるの、うんうんうん、まあストーリーはね、まあ、妖精さんが出てくるので、うん、まあ、なんて言うんですか、フェアリーな、うん、本当におとぎ話チックな、メルヘンチックな、メルヘンチックな、なんか宝塚のもうよくありそうな王道のメルヘンチックな感じの中に、ね、なんかちょっとね、うん、人間らしさとか人間臭さみたいなのも織り交ぜてあったりして、うん、なんか妖精さんだけれども、うん、妖精としての新たな気づきがあってみたいなとかもあったりで、なんかねすごいいい、私は好きですね、ああいう作品って。すごくすごい良かったです。良かったよね。うん、ミリオさんだけが妖精なの？いや、他にもね妖精仲間いっぱいいるんですよ。高翔瑞希様とか佐太さんとかも妖精の一番なんか長老、そこに住む妖精の長老だったり、うん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 、なんかいっぱいいるんですよ、妖精組さんが。そうなんやね。で、今回トップになられた相手役の花ゆきちゃんも、ゆきちゃんね、すごい幼少期からおばあちゃんになるまでをずっと演じられるので、私正直ね、年老いてからが、あんなに上手に、ぴったりハマってくるとは思わず、ちょっと、よかったです。お芝居すごいと思って。お芝居がね。よかったですよ。ね、なんか顔が幼いからさ。そうそうそう。やっぱ可愛いイメージやと若いし、うん。そうそうそう。いや、でもね、ところがどっこいね。あ、ほんと？うん。よかったのよ。ちょっとなんか、いい意味でなんか裏切られた感じがあります。うん。すごい。見事やった作品です。ね、最後ちょっと泣いちゃったちょっと泣けちゃったり。でもミリオさん泣いてるんですもん。ミリオちゃんが、ミリオさんね、なんか双眼鏡でわーって見てたら、あー涙が一筋と思って、もうそんなんもう見たらもうあかんや、絶対もう泣いちまいますよっていう、ね、まあ、でもさ、ネタバレになるからさあんま言えへんけどね。そうなんです、皆さんこれからね、多分もうほぼこれから皆様見られると思うので、ほぼほぼもう内容は言わないようにしてねと思いますけれども、やっぱミリオ様すごい、すごい、すごかったです、すごいと思いました。で、ショーの方ですよ、ショー、シャルム、シャルム、あれなんかちょっとね、プロローグがね、ちょっとルポアゾンチックな、なんか初日映像見たらさ、うん、なんか紫でさ、そうそう、黒と紫の、ね、ルポアゾンの時の娘役さんのお衣装をなんかちょっと変えてるみたいな感じので、黒い羽扇とか持ってらっしゃったりして、
で曲調もちょっと単調な感じで、うん、おなんかちょっとルポワゾンみたいと思いながら個人的にはテンション上がってたんですけど、ね、綺麗やったね。綺麗かった、うん、お色味がね、ヤンのショーももうザ花組みたいな、あのそうなんや、そうヤンさんのね、ヤンさん振り付けの王道のスーツの場面があったり、で今回黒塩ビもヤンさんが振り付けされてて、あそうなんや、やっぱこれはやっぱ90年代ファンにとってもすっごい嬉しい、うん、未だにヤンさんの息遣いが聞こえるっていうのと、あのそう、これもまあこれもね、もうあんまりもう、うん、言わないとこうと思うんですけれども、うんうん、あの一番黒塩ビでね、うん、ミリオさんにスポットがパシコンって当たった瞬間に、もうなんかその瞬間あーってなんかすごい、この人のやりきった感というか、このお方の、うん、なんか男役としてのそこの集大成感みたいなのが、そこで一気になんかポーンって前に解き放たれた感じがして、でもなんかそこからまあ一番最後一人でお歌歌われたりするんですけど、なんかねもうもちろんスポットライトを浴びてるじゃないですか、一人。いやでも私はもうここもしスポットライトが今全部パシッって一瞬にして消えても、うんうんうん、ミリオさん一人で光放ってるなってすっごい思いました。すごいよねそれは。あの、あったらね、自らがスポットライトですよ、うん、本当に素晴らしい。なんかそれぐらいなんか放つものの大きさっていうか、明るさっていうか、光の強さみたいなのがあって、ミリオちゃんのエネルギーってすごいよね。すごすごいよね。やっぱりあの、まあ、伊達に長くトップを務められてないなっていうかね、年々やっぱりすごくなってるね、増してはるから、すごかった、神がかってた感じはする。でも最後の最後もう本当にもうこれはもうね、もう、うん、もう泣くしかないっていう演出がされてる。泣いた、もうボロ泣き、いやもう号泣しましたね。あれはもう、もう耐えれない。耐えれない。もう周りの人もみんなもうぐっすんぐっすんぐっすん。あれはもう無理やわ。無理。無理。もう。いやミリオさんファンも、ミリオさんファンでない方も、ゆずかれいさんファンも、うん、そうじゃない方も、もうみんなが一つになって、同じ気持ちになって見れる作品じゃないか。すごいなんか、あ、もう、見切ったって感じがしました。ね、やりきりはった、見たっていう。うん、でもまだね、うん、あの私見た時なんか初日開けたばっかりですから、うんうんうん、この先ね、もうまだまだまた東京行ってまだブラッシュアップされてっていうのが、うん、ねえ本当にまだ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 すごい、最後どんななるんやろね、ミリオちゃん、もうでもすごいと思います。もうなんか華やかに、ね、晴れやかに、ね、うん、あの全力出し切ってね、全力で、うん、あの公演されると思います、うん、本当にね、あの見させていただけて本当ありがとうございましたっていう、ありがとうございます。ライブビューイング当たるかな、本当もうそこにね、もうそこでも見た方がいいよ、見るよ、絶対見る、絶対見た方がいいね。今回はあの、うん、いつもの公演ジェラートもご紹介できなかったので、うん、あの一、ね、人で食べていきました。あ、そうそう、でそうだそうだ、あの私たちあの、うん、インスタグラムね、あ、そうインスタグラムをね始めさせていただいたんですよ。そうなんよね、あのそっちに私が一人でアイス食べてる写真が上がってるので、あのよかったら概要欄の方にあの載せておきますので、あのそっからねポチッとあの遊びにいらしてください、はい、またインスタライブとか ねそういうのも、うん、したいなと思いますので、ね、できればと思いまして、はい、はい、そんな、わいいな、ミリオさんでした。本当にあのもう、うん、ミリオちゃんね、残りの、ね、公演期間駆け抜けていっていただきたいですね、と思います。皆さんも全力で応援しましょう。はい、はい、それでは手のひらゆがとうもみの木ひかるでした。ありがとうございました。ありがとう。